アンカホリックの皆さん、ダンカンの部屋へようこそ。今日のゲストはローラーさんです。こんにちは。モデルをやってらっしゃるんですよね。そうだよ。ダンカンさんは？あ、司会者です。司会者、この番組の司会者、ダンカンの部屋っていう番組に今出てますよね。わかんない。あ、じゃあそういうことにしておきましょう。オッケー。ルル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 ル。ローラさんは敬語の使い方がわからないって聞いたんですけど。あ、敬語？オッケー。そうですか。そうだよ。ダンカンさんは？ああ、僕は大丈夫です。ああ、だーい。うん、そうだね。じゃあ、子供の写真があるんですけども、この写真は今、何をしてる写真なんですかね？あの時ね、子供の時ね、弟とね、忘れちゃったん。あ、そうですか。そうだよ。はい、あ、でもなんか。何それ。え、ローラの真似。恥ずかしい。ダンカンさんは子供の時何してた？はい。番組とか？いや、モデルとか子供でした。そうなの、いいね。そうですね。じゃあなんかちょっとこの辺で。あ、終わり？ちょっと待って、ダンカンの部屋のためにこれをこの絵を買っちゃったよ。あ、ありがとうございます。はい、どうぞ。上手ですね。あ、すごい素敵な絵ですね。あ、一旦 CM 行きます。今日はありがとうございました。どうもCM の後はまたまた坂東英二がゆで卵について熱く語ります。はい。仕事見つけようかな。どういう意味？なんでもない。